はい、えー、それでは2017年論文式本試験出題趣旨の分析と対策ということで、えー、見ていきたいと思います、えー、監査論担当の久坂ですよろしくお願い致しますはい、えー、今回はですね短い時間なんですけれども公認会計士監査審査会から公表された出題趣旨これに沿ってですね改めて本試験振り返ってみたいと思います では、ね、早速ですけれども監査論の第1問目、えー、これ出題趣旨として、えー「他の監査人等の利用を出題テーマとしたと」と、まあそ,ね、そして問題,1問題1では「他の監査人の監査結果の利用」「専門家の業務の利用」「内部監査の利用」について「監査基準の実施基準」の項目として設定された理由を問い そしてここです。他の監査人等の利用の監査基準における意味を考えてもらうことを意図したという問題なんですね。で、こういった問題はですね。過去にも出ていまして、過去にはですね。報告基準ですね。報告基準が監査基準に設けられたまあ、その趣旨というか意味をね。説明しなさいということで、まあ、似たような問題は出ているんですが。 こういったです、ね、なんか本質的なもんことを問う問題っていうのは、まあ、ある程度その場で考える必要があると。でしかも今回第1問の範囲は、ね、他の監査人等の利用ということで、まあ、これがですねまるまる1問で出ることはあまり、ね、予備校としては想定してなかった部分であります。ただ、 講義の中で他の監査人等の利用はねしっかり扱っていますしまた監査のね総論のところこれも合わせて考えて、えー、そしてですねなんとかあその場で考えて書いていただきたいという問題であったわけですね。でこれですね まあ問題はねまさに問題1は他の監査人等の利用という項目が設けられている理由を説明しなさいということだったんですが、えー、これ模範回答としては、えー、レックとしてこういった画面に映っているものをまあ公表しているわけなんですね。で、えー、ここでですねポイントとなったのはまず最初に企業はね国際化多角化していてあの財務諸表 企業が作る財務書表が複雑化してきていると、まあ、情報が複雑化してきているということですね。で監査範囲も拡大しているということだからこそですね、えー、会計や監査以外の専門知識を利用するつまり、まあえー、他の専門家ね専門家等を利用するあるいはね、えー、他の監査人を利用するといったようなこと。 で監査を効果的かつ効率的に実施することが可能となる場合があるとまあいう書き出しをしていますでこれは正直なところまああの解説にもね、えー、書いておきましたが、えー、平成14年の改定前文を用いてね、えー、それを回答にしています、えー、問題に合うような形で回答にしていますがまあ 平成14年の改定全文が思い出せなかったとしてもですね、えー、例えば、まあ、これ講義でね財務所要監査総論のところでよくやることですが財務所要監査の必要性のところで、えー、この画面上3番に書いてありますが情報の複雑性ねこれ企業が 大規模化してですねそして情報も高度化しているということで情報の複雑性、まあ、こういったところをですね思い出していただいてだから他の監査人等を利用する必要があるんだとそれこそ連結の、えーね、海外に連結子会社があるとかね、まあ、そういったようなことで他の監査人を利用するといったようにね、えー、まあ,あのそこからですね他の監査人等を利用するということに結びつけれたらよかったかなと思います。 あるいはですねえっ、ー、と監査の固有の限界のところでですねまあこれ3つ目の理由として監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性こんなことも扱ってますからね、えー、こういったようなところから、えー、書いていただくこともできたかなとまあ要はですね監査資源の制約という観点から書いてもよかったということです。えー、もっとと言うと えこれ示唆採用の根拠のところでもね監査資源の制約ということで費用人員時間がまあ監査するにあたっては限られているんだというところからですねえまあ監査するにあたっては専門家利用するあるいはまあ他の監査人を利用するつまり他の監査人等を利用することで効果的かつ効率的な監査につながるんだというふうにねなんとか結びつけていただけるとよかったかなと。 ただ、えー、これはまあ他の監査人等の利用のところではね、えー、もちろん、えー、他の監査人を利用する場合であっても専門家の業務を利用する場合であっても内部監査を利用する場合であっても責任は分担されないということもありますからそこもね書いてあげていると。 監査人の責任は分担されないとでこれらのことをですねしっかりと明示する必要があるからだから監査基準の中にですねこの他の監査人等の利用という項目が設けられているんだということで、えー、これはね、えー、問題として理由をなぜ他の監査人等の利用をという項目が設けられているのかという理由を問われているわけですからこういった、えー、書き方になりました。ね えー、まあ高度化していて複雑化している中で、えー、他の監査人等を利用することで効果的かつ効率的になることがあるとそして、えー、責任はただし分担されないんだと、まあ、これを明示するためにね、えー、これを示す必要があるんだとだから監査基準で設けられているということでまあここはですねそのものズバリということではね何か問題があるというわけではなくて、えー、こういったね、えー、いろんな 監査総論ですとか他の監査人等の利用とかですねえそういったあと実施論ねそういったところからえ何とか組み合わせて書いていただく問題だったということになりますえまあこういったところはですねまああのやはりね講義が重要になってくると思いますね講義でねこういったあの話をですねえー、まあ聞いていただいているとおいろいろね結びつけられたかなというふうには思います。 で、えー、と問題2ですよね問問題題題の出題趣旨これ見ていきましょう、えー、問題2はでですね問題2では監査人が他の監査人の監査結果の利用専門家の業務の利用、えー、内部監査の利用を行う場合それらを監査証拠として受け入れるためにどのようなことを検討するのかを、まあ、その違いを含めて理解しているか 複数の証文で問うことを意図したという風になっています。まあ、ポイントはここですよね。監査証拠として受け入れるために、どのようなことを検討するのかということですよね。でえー、まあその下え先読んじゃいますと。と問1は他の監査人の監査結果の利用なんだとで問い及び。問いは専門家の業務の利用についてまあ、ここですよね。 監査人が検討する内容や手続きの意味を考えてもらううとということなんですねで問4は内部監査の利用に関する証文だけれどもそもそもここです内部監査についての特徴を問うと、まあ、これが意図だったわけですね。はいでちょっと具体的に見ていきましょうかね。 はい、それで問題2の問題のね、まず問題文見ていきますが河川部1に関して「監査人が他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性これを勘案する意義について説明しなさい」という問題だったわけですね。で、えっと、模範回答はですねこういうふうにしています。えー、他のの監監査人への、ねえー、まあ指示、監督及び実施についてて責任を有しており、 でその後ですね、これ監査人が他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を勘案することでこの後ですよ他の監査人に作業の実施を依頼できるかどうかや他の監査人の作業へ関与する程度を決定することが可能となるということでそもそも他の監査人に作業をお願いできるのかとじゃあお願いするとしたらどの程度関与しなきゃいけないのかそれをですね決定するために で決定できるようになるために他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を勘案するんだということなんですね。でここなんかはまあなかなかね、えー、回答を書くの難しかったと思いますが、えーまあ、講義で言えばですねあごめんなさい、えー、とこれ講義レジュメだと当時60ページだったんですけどもね、えー、ここですね。えーまあ 個性単位の監査人に,に関すする理解ををしななきゃいけないいけですよっっててうところ扱例えば例えば「独立性に問題がないか」とかね「能力を有しているか」とかね、えーまあ、そもそもね、えー、どの程度関与できるかとかね、まあ、こういったようなことを理解する必要があるんだと言っています。で、えーまあ、ここをですねちょっと思い出しながら、えー、このね「問1」の回答については書ければよかったかなと。 いうことになりますね。で、えー、まあこの問題二の問一に関してはそれ以外にもですね、関係を六百の四項ね、えー、これなんかもその場で引ければよかったかなと思います。なので、まあちょっとね、そのもののズバリの出題っていうのはなかなかね、あのー、問題としてはなかったと思いますが、まあここは講義の内容を活用していただけばよかったかなと思います。そしてですね、問いにですね、問いに。 問問題1の問2これに関してはこうです。下線部 ② に関してと監査人が専門家としての能力及びその業務の客観性を評価する意義について説明しなさいということで回答はこうなってましたね。えー、専門家のの業務が監査人の目的に照らして 照らして適切であると結論付けた場合にはねその監査証拠として受け入れることができるんだけどもそもそもその客観性とか能力っていうのはその結論付けに重要な影響を与える要因なんだということですよね。えーはいこでこれはですね620の3項とかですね A14 項と、まあ、言ったようなところを、えー、基準上参照して 回答していたたただきたかった問題ですね。で、えー、それなんかはですねこれまさにレジュメでね、えー、扱ってましたがここですね、えー「監査人の利用する専門家の適正能力客観性は専門家の業務が監査人の目的に照らして適切であるかどうかに重要な影響を与える要因であると」とまさにですねここを書いていただきたかった問題なんですね。ですかかか、ら、こ、まあ、こういったところはね、えー、なかなかあの これは、まあ、何と言いますかね、えっ、ー、と、まあ、不正だとかね、えー。そういったような、もう誰もがですね、予想するような論点じゃなかったので、第一問はね。まあ、あの重要なところなんですけども、うまくですね。あのみんなが予想するようなところを外して出してきてますので。こういう場合には、やはりね、講義のこういったね、あの内容が生きてくるかなと思いますね。そして、えっ、ー、と、問題二の問三ですね、問題二の問三。 えー、これは問題から移しますけども加瀬部丸さんに関してこれ「監査人は専門家の業務を利用する場合その業務の結果を鵜呑みにしてはならず例えば専門家への質問や専門家の報告書の遮蔑などの手続きを行う場合があると」とこれらの手続きを行う理由を説明しなさいということですね。で回答はこうだったんです。 えー、その手続きを実施するのはもしね能力とか客観性に問題がなかったとしてもそもそも専門家の業務の結果それ自体が監査人の目的に照らして適切でなきゃならないとそういうふうに結論付けなければならないからなんだと、えー、いうことを書いていただきたかった問題になります。でですねまああのここなんかはですねまあ 講義で言えばですけれども、ここですね、適切性を評価した結果、 え、監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切じゃないと判断した場合は、以下のいずれかを行わなきゃいけないということで、追加的に手続きしなきゃいけないとなってますね。まあ、これをですね、逆に読むと、え、照らして、もえ、監査人の目的に照らして適切だと判断しない限りはね、え、まあ、あの、追加で手続きをしなきゃいけないということで、まあ、十分かつ適切な監査証拠が得られないということですからね。え、だからこそですね、この、 監査人の目的に照らして適切だと結論付ける必要があるんだということをね書いていただきたかったという問題になります。はい、まあ、ちょっとね書きにくいことは事実ですね。でも問い四ですね。これはもうそのもののズバリ内部監査の機能の特徴を説明しなさいということで出題趣旨ねそのままですけれども。 これに関してはですね、まあ、内部監査の利用ということでこれもね、えー、特徴は講義の中で扱ってましたねこれです内部監査機能には、えー、その自主性および客観性の程度にかかわらず監査人が財務所査に関して意見を表明する時に求められるようなここです企業からの独立性はないんだと。 まさにねここに注意しましょうというのがですね、えー、まあ監査上のポイントであり内部監査機能の特徴ですねあくまでも会社の内部の、ね、部門が、えー、内部監査をするわけですから独立性はないんだと、まあ、ここをね書いていただけばよかったかなというふうに思います。はい、そしてこ、ね、この問題3、まあ、これはもう ここはさすがにですね典型論点で、まあまあ、どこでもね予想してた部分かもしれないですがこれです監査報告書には例外的な場合を除いて他の監査人等を利用した旨を記載しないことになっているがこの理由を説明しなさいということですよねでこれはですねもうレックの当連でもねもうバッチリとねあのそのものズバリ出してますね、えー、これ第八回の第二問ね、まあ、題材としてはグループ監査に限定した問題でしたが グループ監査のこれ問い4ですよこれ、ねえー、グループ監査をまあ他の監査人等の利用に置き換えればいいだけなのでこれ見ていきます我が国ではこれグループ監査責任者、まあ、他の監査人等ですよねは、えー、あごめんなさい他の監査人等の利用の話ですがこれグループ監査責任者はグループ財務所要に対する監査報告書において え原則として個性単位の監査人の利用に関して言及してはならないこととされているとこの理由について説明しなさいとねこれはあくまでも、えー、他の監査人の利用のところでグループ監査を題材にしていますがまさにですねこれ問題と同じですよ監査報告書にはね、えー、他の監査人等を利用した旨を記載しないことその理由を説明しなさいね ののの監査人の利用に関しししてて言及してはならなならいいいその理由を説明しなさいととうことでねもうこれは、えー、この問題でまさに扱っていた内容ですのでこの、えー、本試験でいうところの問題3第1問の問題3これはもう満点取ってほしかった問題ですね。えー、これは単に、えー、レックの当連ではグループ監査としてね、まあ、つまり他の監査人の利用に限定していましたが別にこれは他の監査人等の利用と。 ね、等があるかないかの話ですから、えー、これはね、えー、ここ問題さんは、えー、そのものズバリということで取っていただきたかったということになりますはい、えー、これがね第1問まあ、第1問は、えー、そのものズバリ等連でね出ているというのはまあ、問題さんですけれどもそれ以外のところについては講義の内容をですね、えー、いろいろね、えー え聞かれて聞いてくださってた方はですね、まあ、それを踏まえながら、えー、なんとかね、えー、ひねり出すという問題だったと思います。でですね第2問目の出題趣旨はですねこうなっています。 第2問、えー。本問は財務所表監査の実施過程における監査証拠の収集方法について問うものであると特に実証手続きこれですね線引いておきましょう実証手続き段階において監査人が留意すべき点をこれをですね単純化したケースに基づいて受験者に指摘させることを意図していると。 実証手続に関すする知識はここです基準の記述の表面的な理解のみならず具体的なケースに対していかに運用するかを資料することによって初めて生きたものとなるんだとだから本文ではケースに関連する基準の理解力を問うんだとだと基準の運用力を問うという趣旨なんだと言ってますよね。で まあこれに関してはですね正直えまあ私もね監査実務やっているということもあってもう講義の中ではですねひたすらあの事例をね通じてえまあ分かりやすくですね何とか解説しているところではあります。ですからこれはねもう普段からそういった事例をですねまあ聞いたり頭の中で考えたりする必要があると同時にまあ何とかね会計の知識も 踏まえてですね書いていいいてたただだくととう問題だったと思いますでまああとレックの当連でもですねこういった事例問題実務的な問題でねその場で考えるような問題っていうのは、えー、出しています。でまあ事例問題で、えー、出ていますので全く同じ問題っていうのはねまあ通常ありえないわけですけれども例えばですねこれ本試験の。 問題を見ていくと、まあ、こういっったた形だったんですね売上とか売掛金の、まあ、残高推移表ですね、えー、これが与え,与えられていてでなんかね A 社 B 社 C 社 D 社見るとちょっとですね動きがおかしい会社があったりするわけですねでそこを指摘させていくとでそれについて、えー、問題ではですね、まあ、監査上のね留意点なんかを問うと。 いう問題でしたね、えー、監査人の取るべき対応を説明しなさいなんていう問題だったと。でまずこれ A 社はですね、えー、これ売上も売掛け金もずっとですね同額で安定していると。 いうことで、まあこれ、えー、問題1では A 社が確認上の送付先とならなかったんだと、その理由を説明しなさいということだったんですね。で、まあここについてはもう正直ね、その場で考える問題だったと思いますが、ただね、確認上送らないということに関しては、一つはですね、まああのー、リスクアプローチの考え方をね、ここで思い出していただいて、あ、これはもう重要な虚偽表示リスクが低かったんだなと。 いうふうに書いていただくのが一つ。まあ、これは問題文からですね、売上げ売掛金の推移が安定していて、な、え、ん、ー、らね、問題なさそうだということを見ていただくっていうことと、もう一つですね、これは、あの、 特定項目抽出による示唆のところでね、まあ、あの説明したんですけども特定項目抽出による示唆っていうのは例えば監査人がねここは重要なんだと金額的に重要なんだとあるいはここにリスクを感じているんだとそういうところをですね監査人がまあピックアップして色眼鏡で見てですねここを監査手続きやるんだというふうにやる手続きが特定項目抽出による示唆だったわけなんですね。 だからまさにねここの例でも A 社は逆に言えばその特定項目にならないんだとまあこれ金額もね他の会社と比べたらちっちゃいしリスクもないんだからまあ,あの重要性もないんだということで、えー、これ監査手続きの対象としない理由としてまあ重要性をね用いて書いていただいてもよかったとまあここはさまざまなね講義の内容を複合的に勘案していただいて書けばよかったかなと思います。ここれれに対してですね、まあ、これえっと 問題2ね問題、まあ、具体的に、えー、2と3と4は B 社 C 社、えー、と B 社 C 社あとね B 社に関する問題だったんですね。で B 社は何が問題だったかっていうとこれ期末付近に売り上げがドンと減っていてで売掛金はずっと溜まってると。これはですね売掛金の回収可能性に関する、えー、問題だったわけですね。 で売掛金の回収可能性についてはですねこれはレックの当連の10回目でね、えー、こういった試算表を与えているんですね10回目の問題第2問でね売掛と売り上げを出してですね 売上はこれ、まあ、減っているんですね去年と今年でこのレックの当連では1年分の売り上げをそのまま出してますが本試験は月次推移というだけでねこれはレックは1年分で売上がドンと減ってるのに対して売掛金がボンと増えてると。でこれについてですねレックの当連ではですね、えー、何か識別した異常な点を端的に3つ挙げてそして 監査上の留意点を簡潔に答えなさいという形で出してたわけですね。で、まさにこの売上と売掛け金の増減のところでね、売掛けは、えー、ごめんなさい、売上は減ってるのに売掛けが増えていると、それをまさに指摘していただく問題を当連で出しました。 売上高が減少しているにもかかわらず売掛金の期末弾が増加していて回転期間が増加しているんだと。だからねこれ売掛金に回収可能性に乏しい売掛金が含まれているかどうかあとは架空の売掛金が計上されているか否かについて留意する必要があるまあここのところを取っかかりにですね本試験ね、えー、答えられたかなというふうに思いますのでこういったところはですねぜひね、えー、当連を重視してですねこういった実務的な問題は当連出していきますので えー、ぜひね活用していただきたいというふうに思います。で本試験に戻りまして本試験でこれ C 社はどうかというとですね C 社はなんか期末日付近にドーンと売り上げが増えてるんですよね。売上が増えているでこれに対してですね、えー、C 社は、えー、これ見るとですねまあ売りかけも期末日付近でドーンと増えてるとずっと、えー、これね210とか230220と。 いう感じだったわけですねまあ2億とか2億1千二2億3千ぐらいだったと。で、えー、売り上げもそうだったんですけども、えー、期末の3月期末付近の3月になって3億5千万というふうにどんと増えたということで、えー、これはですねなんか期末日付近でまあ押し込み販売とかねあるいは、えー、機関帰還貴族がおかしいいうようなことがあるんじゃないかなと。 えー、いうふうに考えられました。で、これはですね、例えばレックの討論ではね、9回目で、えー、財務諸表監査における不正の対応というね、えー、問題を出していました。で、えー、っとちょっとねこれ問題はあんまりね本試験に関係なさそうなんですが、回答内容が本試験にね非常にあのまあ、そのまま使えたということになります。 これ、「う」のところで店長の業績評価には各販売店ごとの売上高と営業利益の対前年比での増減率を重要な指標として用いており報酬算定の基礎としていると。また最低限のノルマも定められているなお固定給の割合は年々縮小しているとまあこういったところがあってですね、えー、これに関してですねあのまあどのようなね不正があるかと。 ねえー、想定される不正の具体的な手口とかこれに対応する実証手続きを示しなさいということでこの「う」に関してですねまあこういう回答をね当連で出してたわけです。えーまあ、各店長は えー、各販売店の店長は自らの業績を上げるため、まあ、これは本試験とは関係ないですけどもこの後ですね期末日後の売上を前倒し計上することで売上を課題計上する恐れがあるんだとこの場合にはですね監査上カットオフ手続きをやったりですね期末日前後の売上について通例でない関係を把握するために分析的実証手続きを実施するとまさにこのことをですね監査上を取るべき対応として本試験で書いてあげればよかったということになりますね。 はいそしてですね本試験の問題4ですね第2問の問題4これはですね、えー、まあ B 社の話なんですが B 社はですねいきなりこれ設立されて1月にね急に取引が始まったとしかもこれ後社の創業一族が100%出資して設立した不動産販売を営む会社ということでこれ後社は 電子部品製造業だったのに全く関係ない不動産販売業が設立されてしかも工の創業者一族まさにここでねこれは関連当事者取引なんだということに気付いていただきたかったんですね。でこれについても実はですね今ちょっと前に見たレックの第9回の当連の、ね、財務所監査における不正の対応という っていうところでですね、えー、関連当事者に関して問題出してたんですねこれは区のところ会社の重要な資産である自社ビルを社長の近親者が100%株式を保有する会社に対して登記中に売却を予定しているとまさにこここれのところでですね問いは、えー、想定される不正の具体的な手口と対応する実証手続きを示しなさいとこれ当連出してましたねでここに関してはですね どういう回答を当連で求めていたかというと対応する実証手続きこれ企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引と考えられるので特権リスクとして取り扱う必要があるんだとそして取引の基礎となる契約等を閲覧しまたね取引の事業上の合理性を確かめる必要があるとでえー、いうことを回答にして書いていたということでまさにねこの、えー、問題 第2問の問題4に関してもですねレックの答弁の9回目のねところをよく復習していただけばまあ書けたというふうに思います。ですから、まあ、今後ね受験される方に対してですけどもまああの 見たことのない問題はですね、まあだいたい講義の内容で対応できると、それをですねうまく組み合わせていただくと、そして、えー、特に、えー、まあ第一問の理論問題はね、そういった問題が出る可能性もあるので、まあそこはですね頭を柔らかくしてですね柔軟に対応する。 ということも必要になるしあとまあもっと言えば改定全文なんかを学習していればねまあそれも利用できると。そして、えー、第2問ではだいたい実務的な問題が出ますがこれに関してはね当連で数回ね扱いますし、えー、まあ典型的な実務的な話っていうのはある程度ね、えー、まあ,あ まあ、想定できる部分もありますのでそういったところをですね東連を中心に学習をね進めていただければあの、まあ、絶対ね、えー、監査論で、えー、何かか、ね、失敗すするととといいいうことはは、まあ、基本的にに、ね、考えにくいかなと思いますであのちょっと最後にですねあの長くなってしまいましたがあの皆さん監査論の勉強でよく悩まれるという方は結構いるんですがあのとにかくねこの試験あの受かった人のアドバイスを必ず聞いてくださいね。 特にね、えー、受かった人が何やってたかということですで監査に関してはこれはですね私のあの監査仲間とかにもねいろいろ聞いたりするんですがやはりですねまあ過去問が大事だったという人が多いですで、えー、じゃあ何をやってたかって言ったら過去問とトーと講義を聞く以外監査は何もやってないとね、えー、いうことをおっしゃる方が多いです なのでいたずらにですね監査は勉強範囲を広げるのではなくてしっかりと理解していれば、あのー、ここのところ本試験非常にですね良問が出ている良問っていうのは簡単という意味ではなくて、えー、しっかりと勉強していて考えたら書けるという問題ね。ですから、あのー、むやみにですね何かいろんなことに手を出すんではなくて、えー、しっかりね、えー、考えながら学習をしていただくとその,そのためには過去問と。 えー、講義と討論、もうこれに絞っていただいてあのいいです。受かってる方みんなそうですからね。ですからそれはね安心してやっていただければと思います。はい。えー、それではですね、この、えー、2017年の論文式本試験出題趣旨に沿ってね、えー、解説させていただきました。じゃあ、えー、これで終わりにしたいと思います。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。